どうもハッピー温泉伝部長ヤンでございます。今週もフリーアナウンサーの白岩真代さんとお送りしてまいります。白岩です。今週も素敵な情報をお届けします。ヤン、はい、さん、うん、もうすぐハロウィンですね。そうですね、イオンのお店もハロウィンで盛り上がってますよ。今年のイオンのハロウィンは6人組の仲良しユニットハピダンブイが盛り上げてくれます。ハピダンブイと一緒に可愛くハッピーに思いっきりハロウィンを楽しもう。イオンのハロウィン特設サイトはご覧の QR コードまたはイオンハロウィンで検索です。みんなで楽しくレッツハロウィン。楽しいハロウィンはごちそうから。ハロウィンメニューで盛り上がりましょう。まずご紹介するのがこちら、ハロウィンお化けのケーキ寿司。スモークサーモンのオレンジ色がパンプキンみたいに見える鮮やかで美味しいお寿司です。これは可愛くてハロウィンパーティーが盛り上がりますね。このドーム型はどうやって作るんですか？ボウルにラップを敷いてスモークサーモンを放射状に並べて、そこに煎り卵やツナなどの具を入れた酢飯を詰め込みます。それをひっくり返してお皿に盛るんですね。お化けの目や口は焼き海苔で作りました。詳しいレシピはイオンハロウィンの特設サイトでチェックしてください。お次はバウムクーヘンで作るハロウィンケーキ。ケーキの中にお菓子をぎっしり詰め込みました。とっても夢のあるケーキです。トップバリュバウムクーヘンを使います。国産小麦粉と北海道産生クリームを使用したふんわりしっとり口どけの良いバウムクーヘンです。バウムクーヘンの穴にお菓子を詰めてかぼちゃクリームを絞ります。みんなでワイワイ言いながら飾り付けしたら楽しそう。こちらも詳しいレシピはイオンハロウィンの特設サイトでチェックしてください。ヤンさん、ハロウィンメニューもう一つ教えてください。はい、みんなでワイワイチーズフォンデュはいかがでしょうか？トップバリューベストプライス、レンジ用6種のチーズ、チーズフォンデュ。電子レンジで2分間加熱するだけで手軽にチーズフォンデュが楽しめます。あとはパンや茹でた野菜を用意するだけ。ハロウィンパーティーだからかぼちゃは外せませんね。さあ白岩さん、ハロウィンパーティー始めましょうか。ハロウィンお化けのケーキ寿司、見てください。本当にケーキみたいで楽しい。いただきます。ご飯に具がいっぱい入っていてとっても美味しいです。イオンハロウィンの特設サイトでは他にも楽しいハロウィンメニューをご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。みんなで楽しいハロウィンを。続いてハッピーイオンインフォメーションです。10月28日から11月1日までイオン長岡店、イオン村上東店、イオン十日町店、イオン小千谷店、イオン圏央店の各店で開店記念祭を開催します。地域の皆様の日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて楽しいイベントやお買い得商品を用意してお待ちしています。10月28日から10月31日までイオンお買い物アプリで衣料品、住まいの品売り場で使える300円クーポンを配信します。イオンでは新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みを行っています。ハロウィンのご馳走もイオン、イオンスタイルで。皆さんのご来店お待ちしています。これからも皆さんの暮らしに役立つ情報をお送りしてまいります。心はいつでもハッピーに。また来週、さよなら。